ゆっくりちょっと見るか。尾崎息子の、シェリーを聞いたことがありま、あ、シェリーはないな。あの、I love you あるけどな。なんか泣いちまって年かな。ちょっとね、個人的に見させていただきます。楽曲はね、ジャスラックがアーダコーダであれなんだよね。バカコミックス本当さん。関東方形のせいでセクロスができません。立ったら、むけません。どうすればいいでしょうか。このままだと、クンに手間マスターです。関東方形ってさ、あれなんじゃないの、あのクソ向けちゃってて、あれそうだよな、チンポコ首絞めちゃいけないんだよ、新生方形なんじゃないの、わかんないけど、関東方形ってさ、そうだよね、なんか文章と病態がなんか違ってるように見えるな俺な、うん、あ、向けないんだ、そうなんだ、あ、締め付けられちゃってね、もう手術しかねえだろそれな、うん、アーさん、今半月板損傷入院して PT とリハビリしてるんだけど、おめえのやつだ OT は実際何するんだ。実際半月板損傷で処方する場合ももちろんあるんだけど、 PT が足んなかったりしたら、俺はどっちかっていうと、これ簡単に言えねえんだよな、作業よろしくて、まあ、PT があの基本的なところとかね、なんかこう筋力つけるとかね、例えば、まあ、歩けるようにするとかっていうのであったら、OT ってどっちかっていうと、その、まあ、こう機能が上がったとかね、歩けるようになったっていうところから、もっとさらにこう工事というか、その生活でどういうふうに使っていくかとかね、うん、買い物にどうやっていくのかとかね、お仕事はどういうふうに復帰するのかとか、そういうもっと生活にあのかなり近いところをやるんですけど、でももちろん PT さんもそういうことをやりますと。なんでだから半月板損傷して、あのそれの治療が終えば、あの社会に復帰できるっていうような、まあ、状態だったらば、別にあの OT は処方しなくてもいいんじゃないのかなと、はい、思いますが、それはまあ医者が決めることなんでね。崖の上は田村真野さん、最強のピッから見つけました。ちょっと見てみましょうか。ピッから無双スパイス味、おーすごい、これはいいね。これコンペでこれ誰が勝ち取ったんでしょうか。このね、これすごいですよ。この箱のこの絵が、うん、これ絵がいいわまずこれ、うん、懐かしいなピッカラな、名古屋のピッカラ。あざす。トモちゃんは風俗で容姿を褒められたことありますか。ある場合どのぐらいの頻度と思いますか。仕事をする上で参考にしたいです。いや毎回褒められますよ。え38歳見えないとか、え38歳肌綺麗ですねってどこ言って、おうよく言われるよっつって、にやける感じがありがとうございます。タコタさん、打足さんがギター弾く動画を見つけました。ちょ見てみたいな、打足がギター弾くとこ見たことないな。つけてないやつだろう多分。なんか久々に聞いたな生音いいね。しみたけどいきます。動画の納豆パスタ作ってみたか、美味しかったです。初めて納豆と他の食べ物が組み合わさったのを食べましたが、正直舐めてましたでしょ。美味しいでしょ。結構納豆とパスタっていう人いるんだけど、ししとうがまた合うんだ納豆にね。あざす。ジロリアンマイさんにやるかにます。ストリーマー解読を見始めてから全く出なくなりました。多分あんま関係ないですけど、まあね、しょうがないですね。ゆうげさん、あざす。青日のさん、28歳。とんちゃんとやるエペおもろかったけど、次は緑色のアッシュを見かけたらちゃんと倒してくれな。PS、今日、ラッキートリガーの北斗、アマ撃って2000円投資の2万4000発。あれ、絶対アマのスペックじゃないかな、これ。わかんねえ。じゃ、ダイっつってるけど。ねえ、あざす、ありがとうございます。本人だっても気づかれるのか。いやだから分かってる、今の打足じゃねえの分かってるよ分かってるよ、当たり前だろうが、うん、流せ流せそういうのは、うん、ボンドさん、布団ちゃん、福祉のケアマネージャーでどんな仕事、やりがいとか給料面など助言をお願いします。まあ言ったらば、
そうですね。介護保険を使う、利用する場合って、はい、じゃあ介護保険取得しました、じゃあ介護保険個人でこの業者にお願いしますっていうことって、まあ厳密に言うと難しくて、厳密っていうか、まあかなり難しくて、それはできなくて、ケアプランっていうのを、ケアマネージャーは、例えば70歳、高齢者、脳梗塞、後遺症、要介護度2とかね。じゃあ、要介護度2でこういう状態だったら、こういうベッドを用意しましょうとかね、こういう福祉機器を置きましょう、住宅改修をしましょうとか、そういうアドバイスや助言をくれたりとか、福祉機器の人とのつながりがあったりとか、あとはデイサービスには週何回行きましょうとかね、訪問看護や訪問リハビリは何回行きましょうっていうのを全部介護保険でやりくりするやつの、まあ、プランを立てて。はい、で最終的に数ヶ月ごととかに見直しを立てて、介護保険でそのまま暮らしていけるような、維持するっていう目的も大事だし、結局のところ改善させて、週3から週2に減らしても大丈夫そうになったねとかっていうふうに、いろいろプランを見直ししたりとかね、するような形で、かなり地域貢献できる仕事なんで、やりがいはあると思いますし、まあ、給料は手取りで。今いくらなんだろうな、まあ24スタートぐらいとかじゃねえの多分だけど、でも昇級していくと思うよ多分、ケアマネは。ただまあマックスいってどんぐらいだろう、500、600いくかなって感じだな、なんかそんな難しい気がする。で試験はね、合格率2割とか、確か4割未満だった気がします。瀬戸内寂聴さん、2月で約20万負けてます、今日久しぶりに勝ちました、あと3万発出せばトントンや、まくったら犬の餌代送るワン、100円かけます。ありがとうございます。スティーブさん、今年18歳になるため初めて風俗に行きたいと考えています。初めておすすめの価格帯や種類について教えていただければ幸いです。ちなみにディープキスが好きです。ディープキスはほぼできないと思ってください。これで、ってやると、ってやられるんで、多分おそらく何度も同じ情報を呼んで、信頼関係ができてからじゃないと難しいのかなって思います。アンニュラスです。知り合いのシェフが教えてもらった鮎の魚醤、他にもあるからいっぱい見てみて。これアマゾンだよね多分ね、これ。でも俺鮎の魚醤ね、去年、調味料を教えてくれっていう枠やって買ったぜ。あ、同じやつ買ったわこれ。全く同じの買った、去年同じの買った、これ。美味しかったです。はい、これすごく美味しかった。卵かけご飯にやったらめちゃくちゃ美味しかったです。鮎の香りがプワーッと効いた醤油で、醤油確か大豆使ってないんですよね、鮎だけで作ってるからって。アーさん、ホローナイト難しいけど世界観一考察からやってみてほしい。ホローナイトちょっと聞いたことないですけど、個人的に見ときます。ありがとうございます。エブリア神社さん、お布団ちゃんは名前が書く好きです、落ち込む時があったので見に行きました、あざっす、ありがとうございます。陰キャの JD マクペロペロお兄さん、20歳さん。なあ、まあ、ちゃ4月5月で副業の収支マイナス150万だよ。毎日毎日お金が減ってメンテられちゃうな。オナニー以外のリフレッシュ方法何か教えてほしいよ。飯を作って、な、うまいもん食って、よう寝ることだよ。俺はそれが結構自分の中でいい切り替えだぜ。マジの触覚さん。最近は風俗で遊び慣れてる両極を演じています。その後にジョーの姫日記を見て家で抜く瞬間が至高です。両極気取ってたのにジョーのこの姿見られたらどうしようと自分を恥ずかしめるのがポイントです。ああ、なるほどね。いいと思います。はい、個人でね、やっぱりそのテンションって、自分はこういう考えだと気持ちいいって見つけるのって大事だと思います。マサオさん、このゲームを進めると、今は日本語ランゲージがあるから大丈夫だ。何でしょうか、何でしょうか。眠たい、眠い。レオナルドはタートルズのリーダーだ。ドナテロは頭脳明晰で発明家でもある。プレステ2ぐらいのなんか感じの。ああ、これ時を止めてこういうふうに打つことができるんだ。あれな、これ面白いんだ。要チェックしておきます。
甲賀さん、この間健康診断行った、心拍数がちょっと多くて不整脈らしい、あと股関節を矯正しないと足が悪くなるらしい。そんなん健康診断で分かったの？20代前半なのに急に体がガタが来て怖いよ、悲しみも得る、100より感謝します。健康診断で股関節矯正しないと足悪くなるって言ってくれる病院結構良点ですね。なかなかそこまで健康診断で言ってくれるようなところないんでね。でもまあ指示に従って治せるもんは早めに治しとこう。エビフリアさん、パシフィーおすすめです、400で感じます。パシフィーって何ですか？ああなるほど、ゲームじゃ、ちょっとじゃ要チェックしておきます。あざす。あの慶応ガラさん、今日声優劇団関智一さん出演の舞台を観測しました、感激しました。横溝正史作品の悪魔の手まり歌を、舞台化してもらいます。めっちゃ良かったんで、今布団師が興味ある舞台、今までよ見て良かった演劇があれば教えてください。いや俺わかんねえな、俺演劇、いや好きだったんだよもともと、ライオンのやつとか、何でしたっけ、俺がよく前の嫁と見に行ってたやつ、ママミヤアダコダルルママミヤとか結構見に行ってたんですけどね、マニマニマニリサンピンソンラーって、あのライオンのやつ、ライオンの劇団四季、劇団四季、劇団四季ってライオンのマークじゃなかったっけ、あ違った、俺なんかもう忘れちゃったな、劇団四季、あ多分ライオンキングやってたからかもしんない、あ失礼しました。アザス、ケシカスの塊さん、おいみんな大好き、あの悟空がソウルライクで活躍するらしいぞ。マジでそれ見たいな。悟空じゃん、悟空じゃなくて、悟空じゃなくて悟空だよ。ムービーじゃなくて戦闘シーンがみたいな。2024年8月20日らしいですね。打足さん発売日にやりそう、こういうの好きだからあの人は。打足さんやりそう。いいっすね。こちらの会社はゲームサイエンス。分かんねえな。あざす。たけにさん、いつも配信ありがとうな。あざす。パンパンロンドさん、研修終わった、新入社員が配属されて、3日間面倒を見ることになりました。心が寄せです。会話が挨拶ができない。指示待ちをする。全部優しく教えたのに改善できない。掘って分からせてもいいかな。3日でしょ？別に3日だったら我慢すりゃいいと思うけどな。3日だったら。会話や挨拶できない、指示待ちをする、教えても全然できないのが1年ずっと見ないといけない部署での先輩よりも、でまああとはさ、俺たちも1年目とかそう思われてたかもしんねえぜ。優しく教え続けるしかねえと思うんだこういうのは。エビフラさん、頑張れ頑張れ、あざす。ひょりさん、手術台に足しにしてくれ、投げなしのエール。手術台？あれですね、父のですね、ありがとうございます。感謝します。町田さん、インスタで見つけた最強のサイベリアンを見てくれ。ちょインスタだとちょっとさ、アカウントが出ちゃうんで、個人的に見させていただきます。ありがとうございます。マツコさん、黄色い卵という作者の欲しくて求めてというエロ漫画がバチクソエロって抜けたんで、おぬぬめするよ。ありがとうございます。感謝します。ビートルジュースさん、友達もぜひプレイしてほしいゲーム。ストア見るだけでもどうか。2400円感謝します。ありがとうございます。どれ？グリーンヘル。
面白そうだな。あ、今のあれか、アリクイだよな。アルマジロかな、違うな、なんだ、豚、あれだわ、なんかリアルアークだね、その恐竜じゃないアークみたいな多分。え、ちょっと面白そう。コンポスターで育てようってことか。あら嫌だっつって。888円、やば。あ、そんなことなかった。ありがとうございます。よく、わし地元の立ちで、このゲーム地元の立ちやったら面白いぞ。いつか立山三人衆でやってみてくれ。どれ。奇跡だ。奇跡が起きてる。うん。奇跡だ。ほんと、こう一緒だもん、グリーンヘルって。すごい。長く配信してるとこんなこともあるんですね。うん。リベリカコーヒーさん、私はこれで無限ロードが直りました。 E アプリをオフラインにした後に、ドキュメントアーダコーダのセッティングを削除してみてください。直らなかったら腹を切ります。ちょっと一回寝てからまた考えるわ。うん、ちょっとこれは覚えておくわ。リビカコーヒーさん、存在しないサーバーに接続を試みているから無限ロードが発生した可能性が高いです。フォンさんのミラーエッジが見たいです。少し面倒ですがお願いします。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 ちょっとあのミラーゼッジいつか本当にでもやりたいんで、その時にあのこのことは心に置いておきます。止めておきます。ボーさん、トンちゃんが今今期見てるアニメ教えてほしいな。響けユーフォニアムとかとても面白いですよ。いや、ダンジョン飯しか見てねえな。フリーレンが終わってから、うん、ダンジョン飯、フリーレンしか見、あ、ダンジョン飯まだ今週見てないや。終わったら見ようかな。マサオさん、今回の知識を生かして今度 3D をやらないか。あ、青鬼の、まあそうっすね、まあちょっとやってもいいっすね今度ね。確かにね、あの青鬼やったからね、とりあえずね今回ね。うん、ありがとうございます。まあ、てことでちょっと私寝ますわ。うん、明日は僕はちょっと1本スパイギアのアスパラを動画撮ってからまた配信しまする。